こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくもう大好きです私。あ、何ですか。私もめっちゃ大好きっす。お二人とも会うの初めてなんですね。初めてですよ。はい、初めて。いかがでしたか。生でご覧になって。めっちゃ綺麗っすね。何食ってんすか。いろいろ食べてます。何ですか。すごいっすね。オーガニックとか食ってたらモテるっすかね。あ、肌とかやっぱりツルツルになるから、体のこう内側からすごく、なんて言うんだろうな、調子が良くなって、そうすると肌とかこう髪の毛も、いい状態になるから、そういうとモテると思います。ダメですか。これダメですか。めっちゃ持ってきたんですけど。持ってる持ってる。ね、さらにだから。さらに盛れるんすかこれ。さらに盛って、もっとさらにブリトジニーちゃん可愛くなってもらって。はあ、はい。あ、可愛くなれるんすか。なれる。美味しいお野菜いっぱい食べてもらってね。はあ、はい。オーガニック食べれっせー。綺麗になりますか。うん。スタイルは良くなりますか。なります。大丈夫です。身長も欲しいんですけど。身長か。手料理ですか。あ、よくなんか焼きそばとかすっげーうまく作れますよ自分。へー。どうなんですかね。いいじゃないですか。焼きそば何入れますか。具。え、お湯っす。お湯。あ、そっか。インスタントだね。そうです。でもあれはすごいこだわりがあって、うん、もうお湯を限界まで切るとかいろいろこだわりがあるんですよ。それにキャベツも入ってんすよ、うん、でキャベツの甘みもちゃんとあるし、うん、もうおすすめっすよ。あの大人はもちろんなんですけども、私は日本の子供たちにも見てほしいですね、うん、自分たちが普段どんなものを食べているのか、あのやっぱり毎日のことですから、非常にこの将来大切になってくると思うんですよね。だからあの食を見直す本当に、まあ、第一歩かもしれないですけども、非常にいいきっかけとなるので、あのもっともっと多くの人が、うん、子どもたち中心に見ていただければなと思います。オーガニックの飯とかって元カレの純一とかにも作ってあげたりしたんすか。あ、作んないですね。マジですか。あのすごい健康管理をされてる方だと思うので、は、うん、結構自分で作んなくてもあの召し上がったみたいですよ。マジですか。純一作ってとか言ってなかったですか。大丈夫。マジ呼び捨て半端ないですね。